カシオペアザヨータ星はカシオペアザにある連星系である。系の合成等級は4.52と肉眼で見ることができる明るさである。年収視差をもとに計算した太陽系からの距離はおよそ147光年である。カシオペアザヨータ星は眼視観測では見え星として知られ、前天で最も美しい見え星と評価する人もいる。3つの構成が いずれもある程度の明るさがあり、色にも薄くさいがある。ただし、観測者が認識する色と実際のスペクトル型には食い違いがあり、眼視で見える色は、銃声観測によくある錯覚によるものと考えられる。カシオペアザイオタ星が銃声であることは、ウィリアム・ハーシェルが1782年に観測していたとされるが、1828年に、 ビルヘルム・シュトルーベが3つの構成間の理角、方位角を測定したところから、確定した見え性として、重星観測の対象とされるようになった。見え性としてのカシオペアザ・イオタ星は、五等星のカシオペアザ・イオタ星 A、そこからに3秒離れた七等星のカシオペアザ・イオタ星 B、カシオペアザ・イオタ星 A から7秒ほど離れた九等星のカシオペアザ・イオタ星 C、 という構成である。カシオペアザヨタセ A は長年の観測でカシオペアザヨタセ ABC との相対位置側を描くように変化していることから見えない万星との連星であると20世紀の前半には知られていた。1982年にはジョージア州立大学の広学分解能天文学センターがスペックル観測で カシオペアザヨタ製 A の理核0.4秒のところに構成を検出。さらに2001年には、ハレアカラ天文台のエオス望遠鏡と保証工学による観測でカシオペアザヨタ製 A を2世に分離した撮像に成功した。さらに2004年にはリック天文台での保証工学による観測でカシオペアザヨタ製 CE も2つの構成に分離され、 カシオペア座ヨータ星が五重星であることが分かった。カシオペア座ヨータ星系で最も明るいカシオペア座ヨータ星 AA は、見かけの等級が4.7の、スペクトル型が b 9トの B が多種系列星と見られ、質量が太陽の2倍程度と見積もられている。それに、最も近いカシオペア座ヨータ星 A 部は、見かけの等級が8.6の、 スペクトル型が計1ボルトの K 型主系列性で、質量は太陽よりやや小さいと予想される。カシオペアザイオータ製 A8 アブは約48.7年の周期で共通重心の周りを公転しており、軌道離心率は0.67、見かけの軌道長半径は0.42秒と推定されている。カシオペアザイオータ製は1950年代から高度、 スペクトルとも時間変化していることが分かっており、詳しい分析から、主性のカシオペアザヨタ製 AA が約1.74日周期で変更する、量検座アルファ2型変更性であるとされている。カシオペアザヨタ製 B は、見かけの等級が6.87で、スペクトル型が F5V の F 型主系列性と見られ、質量は太陽より3割程度大きいと見積もられている。 カシオペアザイオタセはカシオペアザイオタセと連星を形成すると考えられてきて、軌道周期はおよそ620年と計算されていた。しかし、この推定は不定性が大きく、カシオペアザイオタセ系の共通重心をもとに分析するとカシオペアザイオタセの運動が直線的であったため連星ではない可能性も指摘された。 カシオペア座ヨータ星 a 系と B が連星かどうか、決着はついていないが、さらに後の分析では、軌道周期がおよそ2400年と見積もられている。カシオペア座ヨータ星 C は、見かけの等級が9.1のカシオペア座、ヨータ星 CA と、見かけの等級が11.8のカシオペア座、ヨータ星 CB との二重性で、理覚からすると、軌道周期が60年程度の連星であると、 予想されるが、詳しい軌道要素は分かっていない。カシオペアザイオタ星 c 系が、カシオペアザイオタ星 AK と連星を形成していると、すると、周期は1万年を超えるとみられる。中国では、カシオペアザイオタ星は、功労にかけた通路を意味する角度という星間を、カシオペアザイプシロン星、カシオペアザデルタ星、カシオペアザシータ星、カシオペアザ乳星、カシオペアザ、 生と共に形成する。カシオペアザヨータ生自身は、角同一、つまり角度の一番星と呼ばれる。ありがとうございます。